やっぱねソロキャンをやってみたい。うん、バイクのローゼの深夜です。はい、今日はですねソロキャンです。ソロキャン推しにね同士に来てるんですけども、まああいにくの曇り空というかちょっとだけね雨が降ってきてるんですけど、まあ大丈夫っしょっていうことで、はい、キャンプします。で今日はですね同志の森キャンプ場に行ってみようかなと。なんかねすごいいい感じのところっぽいので、まあ初めてソロキャンするんだったらそこがいいかなみたいな、そんな感じです。で道の駅同士からもうすぐですね、多分この車についていけば OK な気がします。まあ天気予報を見る限りではそんなに雨は降らないのかなと、希望的観測を持っていこうかなと。キャンプをですねまあ3回ぐらいやったのかな、全部イベントだったので、まあ一人ではなかったんですよ。やっぱね、ソロキャンをやってみたい。うん。ゆるりとした時間を過ごしたいっていうのはね、やっぱありまして。はい。今日がね、初のソロキャンなんですよ。はい。場所はですね、ここにしました。ここだったらね、上に木もあるし、まあよほどの雨じゃなければね濡れないかなと思って、こんな感じで、はい、選びました。道の駅同士に肉が売ってなくて山中湖まで走ってきましたよ。とりあえずねもうお腹空いたからもうアンパンとコーヒーですね。最高です。なんか霧雨みたいなのが降ってますね。ただやっぱ木の下にして正解でしたね。ほとんど濡れないです。このまま天気が悪化しないことを祈りますけど。新しい焚き火台買ったんですよ。これね、薪も余裕で燃やせる感じですね。まあ売られてるやつか。こんな感じに乗るので、しかもすごい軽いっていうね。今日は焚き火をしたいがためにソロキャンですからね。今からちょっと薪を作っていきましょうかね。ぶっちゃけね、量わかんないんですよね。どんだけやればいいのかって。とりあえず焚き付け用に細いのを用意して、まあ、着火剤はあるんで、まあ、あと、があればまあ、なんとかなんのかな。楽しみですね、焚き火台。公然と火遊びですよ。もうこれから、火つくかな。
このねでかい幕が燃えるまでねこいつをいただきます。うまっ、最高。じゃあね、家から持ってきたこの野菜とベーコンで巻物でも作りましょうかね。ちなみにですね、これはスピットってやつで、ピコグリルにオプションというか、まあ、別売りで買えるものなんですよ。まあ、ご得にもなるし、串にもなるしっていう。これでね、焼いていこうかなと。うまっ。